さて、それでは今回は、100連達成ということで SS レア確定というのが、来ております。これね、しんどいのにかけた分の時間が返ってこないんですよね、毎回100連ってね。それでは、結果の方を、出したいと思います。はい、こちら、いいやんって思ったでしょ、多分。いや全然いいでしょ、 T 岡だって。で多分まあまずね、もう先に話しますけど、 T 岡田を知らん人はめったいないと思うんですよ。 T 岡田って誰じゃなくて、やっぱりあ、オリックスの人でしょってなるし、あのパワーのあるバッターのとか、みんなそれなりにイメージ印象まであると思うんですよ。能力の方を見ていただくとこのようになっております。何ですかね、その俺左ピッチャーの時力入らへんねとか、そんなことないでしょう、野球選手がプロの。こんなほんまにね、もうなんかやっぱり関西の選手に対してすごくこう厳しい辛い評価をしてるなと思うんですよ。ソフトバンクだけギリギリ、なんか去年最後の方ね、あの限定で強い選手がドドッと出ましたけど、ソフトバンクもノーマルの SS めちゃくちゃ弱いんですよね。阪神もそうやし、オリックスもそうやし、なんかちょっとその関西の野球に関してすごいこう差別的な、感じがするんですけどね、ゴロプラ。せめてパワー B 以上はあるでしょう。もう、まあ、そこじゃないけどね、言うべきところは。もう1000本安打も達成してますし、T 岡田。で、昨年も100試合レギュラーで出てますし、もちろんずっとレギュラーで続けて、ちょっと一昨年かなぐらいにちょっと短い、あんま出てない時はあったんですけど、基本的にはずっと出てるし、まあ、誰もが知ってる選手ですから、やっぱりオリックスの T 岡田をこういう評価してはいかんと思うんですよ。まあ、外れ引いちゃったっていうことですよね。まあ外れっていうか、当たりのはずのキャラクターのカードが外れになってますよ。このあたり、まあちょっとこの後もいろいろ話したいんですけどね、やっぱりもうちょっと愚痴が止まらないです。コロプラのチャンネルがあるのを最近知りまして、名前もコロプラチャンネルではなかったかもしれない、ちょっと正式な名前忘れましたけど、コロプラで扱っているいろんなアプリをね紹介するんです。でこの間コラボしてたアリスギアアイギスやったかな、もう何度もまあ登場してるんですけど、バーサスなかったですよ。あのざっと動画を、あの動画一覧のとこで見ただけですけど、サムネを見る限りではプロ野球 VS のサムネは一つもないというところで、なんだろうね、そのせめてそのやってるユーザーに対してもちょっと優しくしてほしいなっていう話をちょっとしていきたいんですけども、こちら、まあちょっとスクショ撮ってなかったんで昔の画像そのまま引っ張ってきてるんですけど、これみんな見てると思うんですよ。ちょっとドキドキするパックですよね。持久弾 S レア以上確定ブラックパックについて今回は話したいなと思っておりまして、数やってるとあれって思うことが出てくるんです。それをまあこの後紹介しますけど、まあ、別にもったいぶってるわけじゃないんですけどね、まあ無課金の人とかにとってもこの S レア以上確定の持久弾パックって欲しいからノルマとかミッションクリアするわけですよ。やっぱりその無課金税を大事にしてくれんと、その他のゲームでもそうだけども、ちょっと今ねウィニングイレブンかな、最近やりだしたんですけど、ウィニングイレブンもめちゃくちゃかそってて、もう上手い人というか、まあ課金した人しかマッチングしないような状態になってるんですけど、なんでやっていうと、やっぱり無課金の人にとって居心地悪いんですよ。ボール取っても取り返されるし、そもそも取られへんしっていう、まあしんどいところがあって、やっぱりね、その人たちがいるからゲームって対戦ができるわけで、オンライン対戦ってやっぱりね、あんまりやったらあかんのちゃうかなと思うんですけど、見ていただきたいのがこちらです。これじっくり見ていただきたいんですけども、ちょっとある程度相当かけて少なくはしたんですけども、気づくかな、新シーズン始まってまだちょっとしか経ってないですよね。新シーズンってもうほんまにまだまだ今月入ったばっかりかなですけど、上のところ左上から高橋コーナーで、下に高橋コーナーと並んでおります。これがさっきのパックですよ。
で、その続きもね、松本って途中登場してますよね。もっとひどいのは山川、これはもう一人いたかな、ここまで、あ、もう一人レギュラーに使ってる山川もいるんですけど、まあ、続いてるというところ。そしてこちら、山川4人ですね。で、源田金子金子というふうに続いておりますが、これ何かと言いますと、Sレアパックを聞くと金子と、それからさっきの高橋光成しか今シーズン出てません。で、前のシーズンは山川と松本ばっかりっていうところで、本来僕はその今まで持ってなかった森脇とかが欲しいんですけど、出ないんですよ。それとか、まあ、森友哉なんか多分出た人おれへんのちゃうか。これ一遍調査してほしいんですけどね。その限定、Sレア以上限定のところから森友哉とか各チームの主力が本当に出てるのかっていうのをね、調査のしようはないですけど。で、まあ、意味わからんのがこの下ですね。茂木栄五郎5枚っていう。自球団でも何でもないのに、こればっかり出るんですよ。ほんまに S レア以上出た思ったら、この茂木さんが出てきはるんですけど、別にその、なんだこいつはとかじゃないですよ。来ないらんでしょ、どんな好きでも。なんか置いちゃってるけど、気になってこの人出てくるたんびに気になるから、唯一溶かさずに置いてるんですけど、ちょっと、なんだろう、やっぱこれに期待するわけですよ、その、美課金無課金とかの人たちは S レア以上ってめったに手に入れへんから、で期待して、それがチームの主力になるわけですよ。その出てきた人が自球団の確定やし、自球団の S なんてめった出えへんから、僕丸3年やってまだレギュラー揃わないですよ、自球団って。やっぱりもうちょっとなんか、例えば選べるとか、S なんでね、SS じゃないんやから、S なんやから、せめて選べるセレクションパックみたいなのにしてくれたらいいのになっていう愚痴をね、今回はちょっと言いたいなと。もうほんまなんぼほど高橋、おそらく今年まあ新シーズン始まったばっかりですけど、自球団確定ずっと高橋やと思います。金子と高橋、これも西武ライオンズの人、一遍ちょっと何やろうな、考えてみてほしいんですけど、多分この2人しか出てへんのちゃうかなって。やっぱこのバーサスの取り上げるべきとこって、ああいうわけわからんコラボじゃなくて、一番すごいのは、その僕欲しいなと思ったのは、その森脇なんですけど、西武ライオンズの独特のモーションで投げるんですよ。で、これをちゃんと再現してるんですよ、このバーサスって。それがすごくて、そこをもっともっとピックアップして、本物のこのピッチングが見れる、本物の間合いが見れるみたいな印象でいいと思うんですよ。まだパワープロや、パワープロちょっと分からへんけど、プレキュースピリッツとかでもノーマルの投げ方なんですよ。そんな中でそこの再現度が高いっていうのはすごいことやから、見たいんですけどね、出ないんですよ、ずっと高橋と金子なんで、出てほしいなっていう気持ちもあるし、なんかその辺もっとこう前面に押し出して、本当にそういう選手のこのガチのモーションが見れるっていうのはこのバーサスのすごい強みやから、でそういうコアなファン相手にやっていってほしいなと思うんですよ。もうやっぱりなんていうんですか、ああいうアリスギアとか、なんだろうか、こうメジャータイトルになるんですかね、そのみんながやるようなゲームをしはる人たちっていうのはパワープロやるし、100歩譲ってパワープレイし、めちゃめちゃ譲ってプロスピみんなやってるからやってみようかっていうアプリ落とすぐらいやとは思うんですけど、バーサスに行き着くっていうのはもうほんとよっぽどの変わり者しかおらんと思うんですよ。で、やっぱ面白いんで、そこだけは間違いないから、いやー、なんかこうピックアップするべきところが、もうなんか王さん出したり長嶋さん出したりバース出したりとか、もうそんなんもうせんでええと思うんですよ。むしろもう2軍の選手取り上げてみたりとかね、過去の選手取り上げたりとかでもいいから、もうちょっとこう、せっかくの長所伸ばしてほしいのと、もうちょっと野球好きになってほしいなという、岡田の評価をあんなにしてはというような気はするんですけどね。ということで、今回なんかわかんないですけど、本来は明日考察動画に載せる予定やったんですけど、なんか限定パック開けて、限定パックというか100連開けて T 岡田が出て、で調べてみてわけわからん能力やって、で、その上、その後自球団確定を開いたらまた高橋会ということでね、今回ちょっと取り上げてみました。
みんなね多分そういう経験があるんじゃないかなと、持久団からね思ってるのが出えへんよっていうような気がするんですけど、そうだな、何か、まあいいか。ということで、単なる愚痴の回になりましたけども、まあ、あのみんな新シーズンがね始まって、まあ、もうちょっとしたらもしかしたら強い選手も出てくるのかな、グローリーイヤーズとか限定とかがまた出だしたらね、そこ楽しみに見ていきたいなと思います。ではご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。